結婚してあごだわりです。ハートありがとうございます。音符ありがとうございます。誰もありがとうございます。結婚してあごだわりです。結婚してあごだわりです。あめちゃんありがとうございます。お風呂出るの間に合いませんでしたえ、例の発表されたのそんなのあるんだ。君さんお隣なのここ <laughs> どれだけ仲良しやねんって感じだね。 思いを届けありがとうございますマシュマロありがとうございますいいやいや結婚しておもたですお疲れありがとうございますなんか毎日この調子で毎日来てくださいレーン発表されたのえ知らなかったご飯もアメちゃんありがとうございます知らなかったよーレーンって発表されるんだね事前に それにびっくりしてるあ21時の発表ねあさっきだ本当にさっきだへえバ <laughs> か、バカバか。そうやって握手もトークも一緒ってこと明日のお昼であそうなんだ幕張あ明日のお昼で終わりなんだにらめっこ中明日のお昼で終わりなんだ幕張がそっか幕張もそうだよねマシュマロありがとうございます 確かに例も大事なのか <laughs> わかんないけど流れ星ありがとうございますタコちゃんありがとうございますマシュマロありがとうございます結婚してあごりですあめちゃんありがとうございます隣重要なんだねお風呂ねお風呂嫌だよね <laughs> 安心安全レンでした どこなんだろうか。じゃじゃ,じゃん。えっ、何がキメイさんのつもりなんだろう。トーク、握手こんん。こんばんはー。こんばんは。アベちゃんありがとうございます。今日ってホワイトデーじゃない？<laughs> <laughs> 今日ってホワイトデーじゃない一つ懸念事項がありましたが多分ええんだな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 んだめいさんもいつも朝早いタイプなんだめい <laughs> さんとゆずぽさんの間なんだなんかくださいええー、もらってないので <laughs> 一部あ一部が隣なんだ来週ええー、わかんないどうなんでしょう <laughs> 皆さんの方がお詳しいよ あめちゃんありがとうございますホワイトデーって知らなかった今日 <coughs> ホワイトデーなのわっしいありがとうございますくれたバレンタインももらった気がするけどホワイトデーそうねくれるかなおかえりなさーいレーン近くで楽で終わる <laughs> じゃあよかった じゃあよ,かよかったよかったよかったホワイトデーホワイトデー霊問題大変だえ最近さもう X もさめっちゃここ半になってて嬉しいんだけどえー、今日はねでもあんまり人にあっわにゃんに会ったけどあんまり人に会ってないからホワイトデー実感してなかった 別に、バレンタインも何もしてないんですけど。あめちゃんありがとうございます。幕張次。わ待ってます。幕張。幕張楽しみだな初めて、あのー、なんだ初めて名古屋を飛び出した活動じゃないだよね。合ってる合ってるかな。<laughs> 幕張楽しみ。 名古屋ももちろん楽しみ初めてだからね初めての名古屋も楽しみで初めての何もないぞいや別にそう <laughs> 何かあるとかじゃなくなんかねたたうんちょっと楽しみすぐ目に届くとこに置いてみたらはってなってなって失,失敗したの <laughs> あ,ーありがとうございます横綱ラーメン行ったの横横綱綱そう横綱行った この間イワにゃんとここみんとなんかもう帰り道で帰ってて普通に帰ろうと思ってたんですけどそう行かないってなって <laughs> みんなふっかるだった流れで横綱行きましたね横綱美味しかったよラーメンそうラーメン 移動も確かにね確かにねあめちゃんありがとうございます横綱えー、何系とかわかんないな何系なんだろう <laughs> ネギは追加で入れてはないフラットラーメン美味しいよねラーメン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 ,ーメン味噌味噌じゃない味噌じゃない <laughs> 天一ラーメンはね別にいつでも食べたいよねわ <laughs> かる別にいつでも食べたいよねわかります豚骨だよね麺太麺だっけちょっとあんまり覚えてないけど <laughs> どんなんだっけ太麺だっけ太麺だとは思わなかったけど太麺だっけ カレーと何食べたいなカレー。カレー大好き。ラーメンコール。聞けたご飯中心。お飯テロだ。ラーメン食べたいよねわかる。いい子ですか私ですか私いい子じゃないですよ。全然 <laughs>。全然。飲ませていきたいよ。広島にね、行きたいよね。広島に行きたいんですけど。 今日は何食べたのうんいろいろ。えー、インドカレー、なんいいな。18日の席、あ18日席発表されたんだ。お16日に伝えてくれるんだ。待ってます。てりたまね、今のやつか、今期間限定か。卵がね、こいそんなあれじゃない、好きじゃないから。いい子じゃないかもよ。わ <laughs> かんない、いい子。じゃあ、敵視 巻き寿司いいな巻き寿司田舎巻き田舎,み田舎巻きじゃなかったら羨ましい,いお寿司いいなお寿司食べたいよねお寿司マックは何派ですかエビです 19C 列お結構前だ19が制服の目だっけ1819ってどっちが制服の目だっけ19だよね赤から食べたことないんだよね 18は D15ABCDEABCD4 列目か結構前だね1515 15は真ん中ブロックそうエビですねもうエビです <laughs> 断然エビです今日は制服の目の DMM も見たし見ました通路側 真ん中ブロックじゃないのか、15番ってモスえー、モスにアンニョムチキンとかあるんだ18あんまり好きじゃなかったそうね入れるだけね照り焼きチキンフレオも美味しいよねわかる最近最近まあそんな食べないけど食べるとしたらエビだからな今日仕事以外何もしてなくねってなってる普通だよ <laughs> きっとそれは普通なんだ は今日は家の掃除して出発した <laughs> 家を <laughs> あ真ん中ブロックの通路があってことねありがとうございます公園来てほしいよーあヤンニョム期間限定なんだ歩いてまた歩いていけるとこだパン屋さんいいなコロッケパンねあんまり食べたことないなコロッケパン かわいいです。ユアニャン配信中なのに。いいの。<laughs> 確かに普通。だよね。仕事、仕事だけ。え、そうじゃん。春の未完全祭り当たりました皆さん。未完全 TV。今日発表なんだよね。そういや。当たりましたかどうでしたか <laughs> どうでしたでしょうか教えてください。知り合いは当選してた。お投資あ昨日もう知ってたの。 投資すごじゃああんずさんのやつもさもらえるってことよね当たったあ,ありがとうございますあローチキだったら早かったんだそっか締め切りも早かったもんね <laughs> こんばんはーどうあんまり当たってなさそう <laughs> あんま当たってなさそうだけどあプラス組はまだなんだ明日なんだ あめちゃんありがとうございます。倍率高いかも。いけない。あいけないのね。寝落ちして忘れてた。3月末まで区切る。あそうなんだ。そうだよ。マリーさんは昼にいます。私は夜です。<laughs> 外れてから持ちえー、でも19来てくれるんでしょう。モチベですよそれが。<laughs> ピアーチケットが今日なんだ。<coughs> え確かに髪どうしよう髪あんま考えてなかった服のことばっか考えてた髪でもできないんだよねどうしよう何がいいじゃあでもなんかあんまポニーテールとかはやだな美観音声フィット待ってまーすどんなでもでこだしかちょっと <laughs> ちょっとやだな <laughs> 流れ星ありがとうございます。でこだしねー <laughs> あ。あおかずわり。いや、わかんない。え、縛るの OK なんでしょうみんなが OK って言ってたから。ハーフアップ、ここは似合わないんだよね、普通に。致命的に似合わないんだよね、ハーフアップ。場所によっては声。何声、何なに声なんだ。 18日なんだ結構ハーフアップ本当に似合わなくて <laughs> 断って <laughs> 待ってなうんうんうん <laughs> まあ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 高いツいン <laughs> ボブには切れないのよ <laughs> 三つ編みね三つ編みとかはねするよ多分あっ声ね三つ編みとかは多分するよ <laughs> サメであのクリップ頭につけるヘアレンジって悩むよねそうなんだよね自信のある髪型 <laughs> 自信のある髪型フィッシュボーンって何なんかポニーテールってさなんか私服の時合わなくないあんまりっていうそのあれなんだけどパンダヘアってなんだろうえお断りじゃないよ全然ただまあちょっと聞いてるだけだから今これにしますとか別に言わないんですけど <laughs> あのちあの聞いてるだけああこういうのあるねーっていう候補を聞いてるだけだから あのお断りでも OK でも何でもない <laughs> あそういうことねでもここはお見送り美穂丸さんとつりだったことないかもしれない分かんない三つ編みの難しいやつフィッシュボーンっていうのなんだろうフィッシュボーンフィッシュボーン結婚してお断りですあポニテ好きなんだみんな魚の背骨みたいなやつ 高めツインテール人気だね高めツインテール人気なんだねだでも長さが長さだからさ高めツインテールにしたらさもうなんかおちゃらけた人みたいになるけど大丈夫そう <laughs> でもツインテールはねまあいつかするわじゃあ高めもおちゃらけた人なのよ <laughs> 長さが長さだから仲良しのの頃だったらお揃い 髪をってこと髪型でもここはだけ長さが違うからねまあまあツインテールはじゃあいつかしますよポニーテールキュルん？ンキんンって何キュルんンって知らない髪型いっぱい <laughs> 知らない髪型いっぱいだな、まあ、みんなにも聞いてみよう12期にもう聞いてみるわ見慣れちゃってるよねそうだよね お団子2つこ,こう下目まあ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 いろいろできたらいいですよねまあ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 いろいろできたらねポニキュロって何ルーさんもイズリーさんもまずいのいっぱいなんだね 熊さんの部屋ってさどこだ上ってことか、うん、ある程度情報収集できたそうそうですねそうですまあ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 髪ねーそう自分でやらなきゃいけないからさそんな高度なテクニックないんだよね誰かにやってもらうしかないよね 自分だからさ <laughs> えそう一部だしねここはえだよねわかるできるようになりたいよねでもできないよね自分だからねそのやるの <laughs> いやわかる髪型に刺激ないよねキメさんにやってもらうじゃあやってもらおうかな <laughs> なんかやってもらうわじゃあキメさんにやってもらうわ 確かに一部だと確かにね確かにまあまあまあ違う髪型にはしますよじゃあ一部の人っているんだっけ12期で12期の一部誰だ一部からいる人キメイさんでもなんか器用だから何でもできそうココハティアンはいるのよそう一部 あ、結構いるのじゃ, <laughs> じゃあやってもらうわじゃあやってもらうわあっ虹上もいるのじゃあやってもらいますわあサータンも一部からいっ結構みんな一部なのこんばんはーサータンここみいいわにゃん 風呂から戻れ、あお花もいるんだお花できそうじゃないレナ <laughs> は遅いんだあミ羽ちゃんもいるのそう木目さんレナとなるらしい握手多いんだみんな一部から握手なんだねえー、あ結構いるね結構いたじゃあやってもらおうかなえ手作りしたチョコここに渡してくれんのいやにいゃそれネタバレしていいやつ <laughs> え それ聞いてよかったのこ,こは言っていいのそれ <laughs> ネタバレしていいのえ嬉しいんだけどさそれってネタバレしてよかったやつちなみに <laughs> ダメなやつじゃないの <laughs> 言っちゃ知らんけど <laughs> いいの聞いてよかったこれ聞かないかったことにした方がいいどっち聞いていいやつを聞いた感じそれとも聞いちゃダメだけど聞いちゃったっていう感じかなどっちかなあめ <laughs> ちゃんありがとうございます <laughs> これ聞いてよかったやつなのここはにねえそれさもらえないパティーンじゃんそのさ渡そうかなぐらいに話してたらさもらえないパティーンじゃん <laughs> もらえないパティーンじゃないのそれねえ聞いててもらえないが一番辛いからもらえないんじゃないワンちゃん <laughs> んちゃんもらえないパッティングが今一番一番あの何ですあのね渡す人ねそれも聞かない方が良かった渡す人いないからみたいなここはに渡したくてじゃなくて渡す人いないからの消去法の,ココハなの <laughs> ちょっとちょっと世の中には知らなくてもいいことがたくさんあるんですよ。<coughs> ぎり<ギ> <laughs> マジか板チョコを溶かして肩に入れてました <laughs> あそういう配信をしてたのねなるほどね <laughs> まあまあなるほどねまあなるほどねまあなるほどねって感じです まあ別にもらえたら嬉しいぐらいで <laughs> 感じですえー、チョコを作ってたんださっきまで一緒にいたよイワニャンさっきまで一緒にいましたイワニャンこんまあまあ何でも <laughs> まあまあ何でもさっきまで一緒にいましたのでフワーッアメちゃんありがとうございますマシュマロありがとうございます <laughs> ペコーリーペコーリーハートありがとうございますありがとうございますハートありがとうございますありがとうございます内容詞ありがとうございます今日はショートココハの配信ですか そうねちょっといつもよりは短めかもなんか最近違うな今日、えー、なんか眠くて <laughs> 寝ても寝ても眠くて <laughs> あのー、月曜日待あっ待ってます <laughs> 月曜日ということは S 公演か待ってますまたまた 私のことを見てくれてると嬉しいです若い証拠なの眠いのっていやでもなんかね分かんないんだよね自分がさまあ、ロングスリーパーの人とショートスリーパーの人っているじゃないですか自分がどっちなのか分かんないんだよねだからなんか全然もうめちゃめちゃ覚えなきゃいけなくことがあって人より覚えるのとか時間かかるからさ夜まで起きてて1時間睡眠とかでいっても結構眠ってならずに元気に動けるんですよ でもなんかいっぱい寝て起きても眠い日もあったりするからなんかわかんない自分がロングスリーパーなのかショーストスリーパーなのかもわかんないし日によって違うから嫌なんだよね眠気ちょっと戦うよね今週この時間はマイク…あそうなんだお仕事中かなホットアイマスクいいんだあ三3月2日幕張で初めてアクシンあ待ってます待ってます帰りはいいよね 車運転してもらって寝るのっていいよね <laughs> あショートスリーパーショートでもいけるあじゃあここかもそれかも欲しいだよほんと起きてる時間に無駄がありすぎてわかるー寝れないってことはないけどあそうなんだショートかなって思ってる若い証拠なの若いのかな <laughs> こんばんは。 覚え遅いっていうか、別に早い方ではないかな。あと、ちゃんとやりたいから <laughs>。学生時代、一日10時間。ええー、すご。眠りな、え、他もう眠りやすいタイプかも。わかる。たまにありえんぐらい寝るのわかる。食べるより寝る方が好きやけど、全然。ええー。23、早めだね。3時に寝て、6時起き。3時間か。 数時間の睡眠生活できるのか平日起きる時間帯にきああ分かるそれは分かるめっちゃ寝てそうなイメージうんまあ、寝れる時は寝たいタイプかもしれない日え15時間以上すごい <laughs> 確かに30時間とかならね丸一日寝の幸せじゃん強制ショートスリーパー花粉ねあめちゃんありがとうございます むずいよね睡眠って <laughs> 今から準備する睡眠ってむずいんだよねそうそうそう <laughs> 日曜日だっつ次きついんだ冬確かに僕は眠くても寝れない時とかあるからさそれは嫌だよね <laughs> 時はすっ眠眠いいいとはりにに入れたらいいのにね <laughs> むずいわ。てか今日ママからさ「チーム s って本当面白いね」ってラインが来てさな何を見て思ったんだろうと思ってさ「えなんで?」って聞いたらさ「あの公演始まる前と始終わった後の動画を見て一生笑ってる」みたいな言っててそんなそんな面白かったのかなと思って <laughs>。 何がそんなに面白かったんだろうと思ったけど面白いらしいえそう開演前後の動画だったまさかのねあ朝食楽しみすぎ <laughs> まさかのそれだったおもろくないそれ見て面白いって思ったらしい ありがとうございます久々にさあの S でさ開演前の動画をさ全員で撮ったあ前回と真逆なんだじゃあ下手8期えー、見たここはもうちゃんとチェックしてるまますごい <laughs> え全員じゃなかったよね最近ずっと K2 はだって全員じゃないしいつも 開演前の動画最近全員じゃなかったけど久々に全員だったよっケ2いつも3人動き激しいですかそうえそう全員でずっと全員だったんだけどここ最近全員じゃなくなってたんだよねあの開演前がね 久々だった全員が全員じゃなくしてたんですよここ最近でも久々「開演前が全員でした」「みくるさんと仲いいんだね」って LINE 来た <laughs>「なんで仲いいの?」って来た動画の参加者は えー、誰が決めてるんだろうね大体じゃないなんか生誕の時だったとかだとさあれだし生誕じゃない時はマネージャーさんとかなのかな仲いいのいや多分なきっかけが知りたかったなと思うこの動画めちゃくちゃですね おじさん面白いよねこうしてあごたりですおごたえり強め強めじゃないよ全然 全然強めじゃないですアメちゃんありがとうございますあじゃあこのゲストも今日までなのかな今日があれだからホワイトデーだからこの背景も結構前からこの背景だったよね <laughs> ホワイトデーまだまだなのにと思ってたから今日までなんだ次は何かなミツキッズボーイからパクったの 次は何のイベントかな消えるならなげたかなんだろうアメちゃんありがとうございますアメちゃんありがとうございますホワイトデーの次3月3月はもうないよねイベントごと4月エイプリルフルとか22時たっちゃったちょっと今日は。 そろそろ終わろうと思います春か春がやってくるのか <laughs> 皆さん今日も見てくれてありがとうございましたバイバーイおやすみバイバーイ